こんにちは、柏レイソルの武藤由紀です。今日は柏レイソルクイズ挑戦していきます。目指せ全問正解、スタートします。大人向け第1問、背番号が30の選手は、やばい、もう怪しい。有事ではない、絶対に。レイソル創立1992年に生まれた選手は、ケンゴ、あ、マー君は同い年だから絶対違うじゃん。4つ下。いや、まためちゃくちゃ難しいの来た。谷さんの順番。いや、むずい。いや、でも分かりそうだけどむずい。難しいな。家族、特別、仲間。今季 J1 リーグ開幕から2戦連続でゴールを挙げた選手は、トーグラス、小屋、まあ、勝負飯。なんかマー君もこの間きなこ餅美味しいって言ってたんだよな。絶対そうだよな。ピアノで食べるって意味だと思うんだよな。私はレイソル30周年記念ロゴ。わあ、これも絶対当てなきゃいけないやつだ。いや、これむず。2番と3番のこのちょっとした違い。いや、むず。またレイソルのチームバスナンバープレートの数字が表しているのは、ダックが出ている、青空の芯が必ずある、アフラか、全部ありそう。ユーゴーサビオ回答。5月3日って何の試合だ。10問正解でした。あ、でもすごい正解率、その調子ってことで結構いいっぽいけどな。もうちょっと当たってる自信あったんだけどな。クイズが終わると選手のデジタルトレカがもらえます。細谷真央選手。